感心して見ちゃいました。ハッピーオーラに包まれる、飛び出す絵本のような、自分たちのやりたいようにみんなの熱量がボーンって上がる。ラウンド14 3rd match Lifel Alt Rhythm vs Sega Sammy Lux レトブルーレトブルーレトレト。僕はアルトリズムに入れました。アルトリから行くと衣装から何からもう完全にミュージカル、彼らの幅の広さも見れたし、スキルの高いダンサーが出ているミュージカルを見に行ったっていう感覚で終始見てたんですが、振り付けでウルトラ C をするわけでもなく、変化球でどっか見せるわけでもなく、本当に楽しくミュージカルを見てる感じだけど、一人一人がプロフェッショナルすぎて、アクティングしながらダンスを見せるってことを全員がしっかりと心得てるというか、なので終始安心して見てられるし、次こう来るだろうなっていうことが来てもそれがしっかりプロフェッショナルな見せ方をしてくれるし、隙のなさと完成度の高さ、感心して見ちゃいました。ルクスの方なんですが、ラストダンスということでルクスはですね、逆にこう気合入りまくりで、自分たちの一番いいところをこれでもかというぐらい詰め込んだという、最後のルーティンのステップがすごく良かったし、勢いがすごく良かったんですが、アルトリズムのプロフェッショナルな余裕感の中で見せてくれる安定感みたいな方に気持ちが動いたので、アルトリズムに入れました。ルクスの圧勝とさせていただきました。まずアルトリの方なんですけども、アルトリミュージカルですよね。冒頭のその踊り始めからステージ上に陽のオーラがもう咲いてましたよね。衣装もすごいカラフルで目を引いたんですけども、ミュージカルストーリー仕立てをやらせるとステージ上がハッピーオーラに包まれるっていうか、そこの世界観っていうのはまあここのチームだけというか、本当にそこは見事だと思います。ただまあ全体通してみて、アイディア的なひねりだったりとかっていうとこ、まあ、クリエーションのところでもう少しこうアクセントがあればもっと力強い作品になったのではないかなっていう気はしました。一方のルックスですね、ニュージャックスイングっていう、まあ、JSB ジュースですね、軸にまとめてきました。一番自分たちがもう持ち味を出せるとこを今回はまあ持ってきた。クリエーションだったりアイディアっていうところで、まあ、もう一個なんかちょっと一工夫してもよかったかなっていうのは思いますけども、作品自体を持つ力強さはすごい感じられたので、まあ、この2つ比べた時に全てにおいて、まあ、自分の中では 5-0 で、ルクスの圧勝でした。私はライフルアルトリズムの方を入れました。とっても魅力的な8人が舞台上でそのキャラクターで生き続ける、なおかつ一人一人がバラバラなキャラクターなのにすごい一体感があって、飛び出す絵本のようなあったかい作品だったなと思いました。で、あったかい作品っていうのが本当に簡単に作れるものではなくて、温度を表現するっていうのって本当に難しくて、でも見ている人がこう見終わった後にあったかくなるような作品で、等身大の自分自身を愛していいんだよと言っているのかなと私は感じて、でも本当に素敵な作品で、クリエイトの部分で私は10点満点を入れました。対してセガサミルクスなんですが、最初からもうノンストップで繰り広げていて、パッション、またスピード感のある構成、荒々しさもすごい武器としてふんだんに作品の中に取り込んでいて、これぞセガサミというパフォーマンスでとっても素敵でした。ですが、ライフルの私の中でこのクリエーション、コレオグラフ、完成度という部分で高得点だったので、私はライフルアルトリズムの方を選びました。自分はルクスに挙げさせてもらいました。まずアルトリなんですけども、間違ってたら申し訳ないんですけど、本人たちはあまり勝ちにこだわりすぎてないような気がするんですよね。何か
アルトリ劇団の舞台を2分15秒と与えられた時間に好きなだけみんなに見せてあげてるっていう印象なんですよね。まさにそれが如実に現れたのが今回の踊りだったんじゃないかなと、自分はそのような印象でした。最初ステップワークから始まっていって、かなり見応えのあるようなルーティーンさばきだったんですけども、あまり凹凸のないルーティーンだったなという、どちらかというと心に訴えかける、どう感じるかはあなた次第ですよっていうような踊り方、つまりスピリチュアル的な表現がアルトリの強みでもあり、それが特徴だなっていうのを感じさせてもらいました。なので見る人によっては評価が変わると思います。かなり変わると思います。ただ自分は一貫していつも言っているんですけども、あくまでも D リーグ、ダンスリーグのジャッジ、ダンスのジャッジをしています。はい、なのでダンス力の部分をプライオリティナンバーワンに持ってきて、その他は2位、3位、4位として見させていただいてます。その中でちょっと平坦になっていた部分だったりとか、音楽表現がちょっとムラがあったりする部分がちょっとマイナス評価だったかなと思います。対するルクスなんですけども、自分たちのやりたいようにやったというのがね、このチームだったなと思います。ラストダンスと言ってましたけども、懐かしさを思わせてくれるようなニュージャックスイングスタイル、ミドルスクールスタイル、音楽もそうですし、自分たちの踊りもしっかりとそこを貫いてやってました。このミドルスクールの特徴というか、自分の中での強みとして思っているのが不揃いさなんですよ。完全にぴったり揃ってるかっていうとそうじゃなかったと思います。でもその揃ってない感覚が音楽表現としてすごい心地よさを感じさせてくれるのが、このミドルスクール、ニュージャックスイングのスタイルの特徴と思っていて、それをしっかりと出してくれていました。だから本人たちもすごく気持ちよく踊ってたんじゃないかなと思います。の中で、ルーティーンもしっかりと起承転結をつけていたのと、一番特徴的なのが、ソロをしっかり見せてきた。そのソロの中で、タス君が全員のソロの音楽表現を回収するような暴れ方してくれたんですよ。めちゃくちゃ見やすかったです。なおかつ作品の完成度としても見せてくれたルクスに自分は上げさせてもらいました。私はセガサミーに入れさせていただきました。まず、アルトリから何度見ても噛み締めたい作品の深さを感じました。これがアルトリの世界観、この世界観をどう捉えるかが重要になってくるわけなんですけども、シンプルにコレオグラフは本当に素晴らしかったです。衣装も相まって散りばめてもみんながユニゾーンしてもなんか揃ってるように見えちゃう、無理をしてないチーム感揃いっていうものが心に来た部分でもあります。ただ一個気になったのが、これに例えば後半畳みかけステップを、まあ、分かりやすく高速ステップとしてバーって後半持ってきたら、もしかしたらそれがジャッジの心にもっと行き届く。今っていうのが最初から最後まで綺麗に始まって綺麗に終わってる、まあ、これが作品でアルトリの良さの一つなんですけど、そこにまあ、1、2個そのサプライズプレゼントっていうもの、爆発的な何かっていうものがあると、もうダンスとしてスタイリングとしてもう本当に点数はもっと高くなると思いました。でも全部の楽器音を、音ですよね、音に入っている楽器音をダンスで緻密に忠実に捉えられていたので、なんかここは本当にダンス力の高さを感じました。対するセガサミなんですけども、ダンス力の高さが際立つ作品をもうボンと持ってこられたなぁと非常に感動しました。めちゃくちゃヒップホップを感じました。構成のばらつきも若干あったりはしたんだけども、まあそんなことを上回るくらいのステップのスキル力がまず高くて、1、2、3、4、これオンビートって言うんですけど、これにはめて踊ればまだ呼吸はできるんですけど、セガサミの今やってることっていうのは16ビートって言って、パン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 、このスピード感全部足をはめてるんですね。
でこれを最初から最後まで熱量一本で足を詰めてくるっていうのはなかなかできたことじゃないですし、でそこにプラスアルファでグルーヴっていううねりだったりしなりっていうものをしっかり乗っかってきて、音楽性っていうものをしっかり見せてくる。これはダンスには大事なことだし、ヒップホップでもなければいけないグルーヴ感なので、全部素晴らしかったです。今回コーディ君、ステップ力っていうよりかはメンバーの熱意をこうガッて上げるボスみたいな、彼が出てくるとみんなの熱量がこうボンって上がる気がして、自分たちのもうやりたいこれっていうものに対してのチーム力っていうものが相まった時に、やはり来るものってあると思うので、それがパワーになるので、ダンス力もしっかり相まってトータルコーディネートっていうものができていたので、はい、私は今回は、はい、セガサミに入れさせていただきました。